軸流式圧縮機、軸流式圧縮機、軸流式圧縮機とは流体機械である圧縮機の一種でターボ圧縮機に分類される。回転翼の前後に生じる圧力差を利用し、機体を連続的に圧縮する装置、軸流コンプレッサーとも呼ばれる。同目的の延伸式圧縮機に比べ、象形の割に大きな流量を扱え、 高圧縮立かつ高効率が期待できるが、構造の複雑化に伴って部品点数が増大し、必然的に効果になる。航空用ガスタービン、ジェットエンジンの他に、高速船や発電機等のガスタービンエンジンをはじめ、気流分離装置、囚人機、真空ポンプ、風道、プロパン、天然ガス酸化脱水素装置、パイプライン圧送装,装置等の産業用途にも多用されている。 20円筒の外側、ケーシングが静止、内側、軸が回転する。ケーシングの内周と軸から膨らんだ円盤状の部分、ディスクの外周には軸方向に互い違いに翼列が埋め込まれる。図3章。ディスクに埋め込まれて回転する、側の翼の一枚一枚を、動力、ローターブレードローターブレード、ケーシングに埋め込まれて動かない方を静欲。 ステーターベーン、ステーターベーンと呼ぶ。また、翼列一列ないし、すべてをまとめて、それぞれローター、ステーターとも呼ぶこともある。圧縮機の形式によって、最初の列がローターであるものとステーターであるものとが存在する。例えば、初期のジェットエンジンは、最初の列がステーターであったが、現代のターボファンエンジンは、通常圧縮機とは区別されるもののローターであるファンが、 最前面に置かれている。動翼と静翼の一列ずつをまとめて段、ステージと呼ぶ。圧縮機に流入した機体は各段を通過するに従い断熱圧縮されていく。流れはローターで若干変更し旋回するが、ステーターはこれを整流する働きも担う。一つの段で得られる圧縮比は延伸式圧縮機に比べると小さく、現実の圧縮機は 複数の段を連ねて構成される。軸流式圧縮機の直後に、遠心式圧縮機を組み合わせた形式も存在する。圧縮機は、形式と段数を組み合わせて、軸流6段であるとか、軸流3段、遠心1段などと表記されることがある。ジェットエンジンの動力は、熱膨張を考慮し、 ある程度の機械的な遊びを許容する保存組みのような、はめ込み方で、一枚ずつディスクに取り付けられていることが多いが、設計法の進歩で、ディスクと一体成形されたブリスクという形式のものも存在する。性欲はケーシングに固定されていることもあるが、流れに対する向かい角を、ある程度調節できるような可変性欲システムを備えたものもある。材料としては、耐熱性。 耐久性と軽量化を同時に求められる、ジェットエンジンの場合、ブレードには、チタニウム合金やステンレス鋼などが、ディスクには、チタニウム合金などが、軸には高張力鋼などが用いられる。装置の破壊につながりかねない翼のフラッターや熱、振動、排気脈度を避け、出力を安定させるため、核力は通常装置全体が特定の周波数で、共鳴しないように、 固有共振周波数を選別式すべき、帯域内に群として、勾配数を持たないよう設計され組み合わされる。初期の軸流式圧縮機は低効率で、1920年代前半までの通説はターボジェットエンジンへの適用に回帰的だったが、1926年に A 空軍将棋艦が従来使われていた、平板な羽子板状の翼では、流れがはっし、 失速してしまっていることを明らかにし、航空機同様の翼型を用いた、軸流式ターボジェットエンジン理論を構築した。第二次世界大戦勃発に伴い、航空機を格段に高速化するターボジェットエンジンの開発は、各国で勝利の急になった。基礎研究が進んでいた A では、1937年頃から蒸気タービンに経験を持つメトロリタンビッカースが、 積極的に取り組んだが難航し、グリフィスの部下フランク・ホイットルは体型で全面投影面積が広く、高出力化に伴い重量も肥大化する構造的弱点を承知の上で簡素な延伸式、ターボジェットエンジンが早期の戦力化に適すると主張し、理想主義を掲げる上官のグリフィスと鋭く対立して、他元を分かった。ホイットルのチームは抗原通り、遠心式、 ターボジェットエンジンをいち早く実用化するが、ドクでは同時期にハンスフォン・オハインが並行して開発を手掛けていたのみならず、さらに複雑な軸流式ターボジェットの将来性に革新を抱いていたドイツ航空将棋官らの後押しで、BMW ・ユンファースが困難な技術的課題に挑んだ結果、後退翼を持つ革命的なジェット戦闘機 m 百六十二等を世界に先駆けて、 実戦投入した。圧倒的有足のミ262は、連合国側に、多大な供与を与えたが劣勢を挽回するには至らず、降伏とともに、独の技術者は、ペーパークリップ作戦等によって、米ソが国に招聘し、青天井の予算を積んで、研究開発を続行させた。東西冷戦は、軍用ジェット機開発競争を激化させたが、1940年代末になると、 延伸式ターボジェットエンジンは蒸気の機械的限界が顕在化して性能向上の余地がなくなり1950年代初頭以降は大半が軸流式ターボジェットエンジンで占められるようになった延伸圧縮式は軸流圧縮式に比べ小型化に適しており運転領域が広いためマイクロガスタービンやホンダジェットの高圧圧縮機に採用されたり ヘリコプター用のターボシャフトエンジンには、遠心式や、軸流式延伸式の圧縮機が用いられている。航空機用、ジェットエンジンは、高温かつ高大気圧で、流速ゼロの条件下で指導し、低温低体気圧で高流速の航空まで、様々な高度と速度に適応することが求められる。このため単に燃料流量を増減するだけでなく、空気取り入れ、排出面積を可変にしたり、 途中の段から圧縮空気を一部中期、ブリードしたり、可変性欲を調整するなどして、サージングと呼ばれる、失速現象、コンプレッサーストールを避けつつ、燃焼をコントロールして、熱効率の向上を図る。高出力を得るためには、圧縮機を高回転させるのが早道だが、全体を同じ大きな回転数で動かすと、回転半径。 翼服の大きな初段付近のローターにおいて、翼端の大気速度が音速に近づくことによる効率の低下をもたらすなどの悪影響が生じる。逆に、回転数が小さいと後段において十分な圧縮が得られないといった問題がある。初期のジェットエンジンは圧縮機とタービンを単一の軸で繋いだだけの一軸式であったが、GEJ79 を最後に低圧部と高圧部が それぞれ別々に回転する二軸式が主流になった低圧部用の軸は高圧部用の軸の内部を通される。ここから低圧部を巨大化して粉流の多くを大気中に放出するターボファンエンジンへと発展して航空機の燃費と騒音は格段に改善された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。